2022年の共通テスト、科学の問題に出題ミスがありましたのでお知らせします。こちら科学の問題になります。出題ミスがあったのは燃料電池の問題になります。こちらですね。第2問の問いの、問いのようになります。このリン酸型燃料電池の問題になります。こちらにこのような図がありますね。そしてですね、 え、供給する物質と排出される物質ということになります。まあ、それを選びなさいということになります。で、こちら、不極側ですね。水素が供給される。こちらは酸素が供給されるということになりますね。はい。不極側の反応はこのようになります。そして、正極側の反応はこのようになります。そして、正極側で生成した水が、このように、絵のところで、水蒸気が排出される。というふうに、えー、まあ、教科書では、 このような図が、えー、この排出される機体として、こう、水蒸気の、が、教科書には書いてあります。しかし、よく考えてみると、電池というのは化学反応式だけで語れるものではありません。はい。こちら、両方とも触媒、白金触媒をつけた多項質の電極ということですので、まあ、スポンジ状みたいにえ考えてくれればいいと思います。で、リン酸水溶液はこれ、どちらにもリン酸水溶液が染み込んでいます。ですから、あー不極側も正極側も、 こちら水溶液が、こう、と気体が接しているということですね。ですから、どちらも水溶液がありますので、どちらからも水の蒸発が起こります。水蒸気圧はどちらもゼロではありませんので、ですから、どちらからも水が蒸発するということを考えますと、はい、正解は6のですね。どちらからも水蒸気は蒸発、水が蒸発して水蒸気が排出される。これが、正しい答えということになります。ところが、大学入試センターの示した正解は、 え、こちらということですね。ですから、6番を答えた生徒は間違いということになってしまいます。確かに教科書では、このように排出される水蒸気は、こちらの正極側の方しか書いてありません。しかし、今、電解質溶液、水溶液を使っている以上、どちらからも水は蒸発するので、正しい答えは6のはずです。そこで燃料電池に関する 論文を調べてみました。こちらをご覧ください。電気学会論文誌 B、電気エネルギー部門ということで、こちらの先生の書かれた論文ということになります。1993年113巻7号ということですね。さて、この論文を見てみましょう。こちらの論文ですが、リン酸型燃料電池で生成した水が空気排気系、正極側ですね。そして燃料排気系、 不極側ですね、まあ。どのような割合で、えー、生成した水蒸気が排出されるかということを研究した論文になります。えー、この論文では、えー、空気局、正極側の方ですね。で、えー、生成した水の多くは、 空気局、正極側の方を流れる空気とともに空気排気系へ排出されると書いてあります。しかし、生成した水の一部は電解質層を通り、燃料局側、負極側へも拡散していきます。そして燃料局の水を流れる燃料ガスとともに燃料系排出、燃料排出系へ排出されることが考えられると書いてあります。ですから、どちらにも排出されると考えられるということが書いてあります。そして実際に、 これを実験をした結果があります。はい、こちらがこの論文に書いてある実験データになりますが、空気極、正極側に排出される水蒸気量ももちろんあり多いですが、燃料局ですね、負極側で排出される水蒸気もあるということですね。これは条件によって変わってきます。このような条件、こんなふうに。ですから、必ず、えー <laughs> まあ、不極側、燃料局側でも、えー、まあ、水蒸気は発生する、水蒸気は排出されるということになります。えー、さらに、この燃料系ですね、不極側に排出される水蒸気、それとあと、正極側へ排出される水蒸気の割合というものですが、これは条件によって変わってくるということですね。えー、ですから、条件によってはかなり、えー、燃料系ですね、えー、不極側で排出される水蒸気もかなり、 1>, えね、1に対して0.2から3というような、ね、かなりの割合で、負、え、極、ー、側で排出される水蒸気量が多くなるということになります。ここで結論が書いてあります。空気系、えー、正極あるいは燃料系、負極からの水分、排出について、ね、ということですが、えー、こ,この排出される水分の割合は空気流量や燃料流量によって変化するということが書いてあります。ですから、必ず両方から、 水蒸気が排出されるということになります。以上により、まあ、この燃料側ですね、あと空気側、どちらからも水蒸気が排出されるということになりますので、正しい答えは6番ですね。燃料,燃料系ですね。そして空気系。どちらからも水蒸気が排出されるというのが現実です。正しい答えとなります。しかし、教科書には、この正極側の方からしか水蒸気が排出されないような そういう図が書いてありますので、それを見て4と答えた生徒も正解としてあげるべきです。ですから、正解は丸4丸6どちらも正解とするべきということになります。はい。えー、ですから、あの、実際の共通テストでこの丸6を選択してですね、えー、不正解とされてしまった受験生の皆さん、ぜひ、 えこの動画をですね、ツイッターなどで拡散してください。大学入試センターに出題ミスを認めてもらって、点数をアップしてもらうべきかと思います。えー、つまり、化学反応式でだけで考えると、えー、水蒸気が排出されるのはこの絵のね、こちらの方だけということになってしまうかもしれません。しかし、共通テストというのは、えー、教科書や化学反応式をただ覚えればいいということだけではありません。 実際にものをしっかりと考えてほしいという、そういう趣旨ですから、それを考えると、やはり水溶液、どちらも水溶液がありますから、どちらからも水が蒸発する、うからもえからも水蒸気が排出されると、そちらの方を正解にするべきでしょう。